はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。村長スタジオです。今日は店舗ということについて、少しお話をしたいと思います。スタジオ1のプロフェッショナルバージョンには、メロダインエッセンシャルがついています。ですから、最初からメロダインを使うことができます。メロダインの機能というのは、大抵の皆さんは、ボーカルのピッチ編集、これはどこにでも紹介しているので、そういうソフトだというように思われていますが、テンポを割り出すソフトとしても、とっても優秀なソフトですよ。私も初耳です。そうだろう、みんなね、ボーカルピッチ、これをうまくやるだけのツール、というふうに思ってる人も、たくさんいてるんだよ。もちろんそれは、間違いではないんだけれども、でも今回は、テンポ抽出について、少し話したいと思います。テンポ抽出というのは、普通の DTM 制作では、あまり必要がありませんけれども、フリーなテンポで弾き語りをするというような時は、きっちりしたテンポではもちろん演奏することはできません。それに、MIDI でドラムをつけようとかいうような時に、とっても手間がかかります。それを、今日は、簡単にわかりやすく説明をしていきたいと思います。わあ、楽しみ。じゃあ、はじめに、ここにはピアノ音源を入れてあります。ですから、ピアノの音を鳴らすことができます。はい、これでテンポをフリーで弾いてみます。一応は、だいたいテンポは100というぐらいで、カウントだけを取って、その後は僕が自由にアドリブで弾きたいと思います。最初は早めに弾いて、後半はゆっくりめに弾きたいと思います。じゃあスタートします。はい、こんな感じにできました。じゃあこの後は、どんな風にするかわかるかい？そうだ、バウンズでしたね。じゃあ、バウンズのショートカットは覚えてるかな？はい、コントロールプラス、B です。はい、よくできました。これの次は、メロダインです。メロダインのショートカットは、コントロール、M でしたね。じゃあ、コントロール、M をします。このようにメロダインの画面が立ち上がりました。そしたらアルゴリズムもチェックしておきます。メロディックになっていますね。これで大丈夫です。この次はわかりますか？はい。この98というところから、ファイルテンポをアサインというのを選びます。そうした時点で、まだ画面の左下は、ファイルテンポは98のままです。ここで、編集メニューから、テンポを選んで、そこから拡張テンポ検出を実行します。分析が始まっています。はい、これで分析ができました。メロダインの方で、後ろのところまで見てみましょう。ここで、大きくへこんで、テンポが遅くなっています。これをテンポマップと呼んでいます。そして、このメロダインのモードを、トラックモードというのに変えると、左下がマップという表示に切り替わります。先頭がずれていますので、この先頭を合わせます。はい、ここで先頭が合いました。そして、表示が3拍子になっていますので、4拍子に変更します。はい、これで4拍子に変わりました。このようにできましたら、モードをトラックモードに変更します。そうした時点で、ファイルテンポはマップに切り替わります。マップに切り替わったら、今度はメロダインを閉じます。そしてこのオーディオトラックを、テンポトラックに持っていきます。はい、このようになりました。すごすぎです。メロダインは、神プラグインだ。前半あたりの早いところは、
103ぐらいのテンポで弾いています。そして、後半の、特に遅いところは、このように89ぐらいで、弾いています。これでうまくテンポ追従できるの？じゃあ、ドラムのトラックを複製します。複製は何か覚えてますか？ D のキーです。はい、じゃあ2つコピーします。はい、できましたね。そしたらミュートを外しまして、これで聞いてみます。ワクワクですね。はい、どうなるかお楽しみだね。じゃあ、スタート。はい、なんとかうまく合っていますが、最後のところがちょっと気になるところがありましたね。ですから、これはどうしたらいいと思いますか？どうしたらって、私に聞かれても、そんなことわからないよ。ここからは、ちょっとテクニックが必要だね。せっかくここまでできたので、オーディオクオンタイズをしてみたいと思います。そうか、その手があったか。じゃあ、これを選択します。そしてドラムというのは、コーストノートがあったりしますので32部音符にしておきます。これでちょっと試してみたいと思います。じゃあクオンタイズ9。はい、このようにクオンタイズがかかりました。メロディーはミュートしておきます。クリックを入れまして、ドラムがバッチリ合ってるか確認します。はい、すごいですね。いいじゃないですかね。今度はピアノの音をクオンタイズします。こちらの方は16部でクオンタイズをしてみたいと思います。はい、じゃあクオンタイズ9を押します。はい、このようになりましたね。これでいいか、ちょっとドラムと一緒に聞いてみます。はい、ちょっと後半、気になるところはありましたが、大体うまくいきましたね。私ならもう OK だね。でも、村長は OK 出さないよ。あちゃあ。ここでずれてるところを直したいと思います。オーディオベンドが、このように散出していますので、ここで音を合わせたいと思います。ベントツールに持ち替えます。そして合わせていきます。はい、こんな感じで。後半は、もういいんじゃないかな。今度は、クリックを外して聞いてみます。はい、一箇所だけちょっと見つけました。何もそこまで合わさなくても。このビートだけが後ろに行ってました。これを前に持ってきます。再確認。
OK ですね。出来上がりました。どうでしたか？今日のは特別すごいとしか言えません。メロダインとっても素晴らしいですね。はい。スタジオ1のプロフェッショナルにはメロダインのエッセンシャルがついてきますので、それでも十分に今のことはできるんですよ。へえ、メロダインを買わなくていいの？そうだよ。だからみんなもう一度研究してみてくださいね。はい、頑張ります。ということで、今日はスタジオ1とメロダインと、そして最終的にはクオンタイズもやってみて、フリーテンポで弾いたライブなどの弾き語り音源などにドラムをつけたり、他のMIDI楽器を DTM で合わせたりするときにやれる画期的な方法をご紹介しました。村長スタジオでした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。またね。